ひげの剃り残し、スーツやシャツのシワ、これはどのくらい気になるのという質問なんですが、こちらの調査は管理職の方と若手の先輩、女性と男性に調査結果を分けてみました。管理職の方、女性は8割以上がひげの剃り残し、スーツやシャツのシワが気になると回答しています。特に女性の管理職の方見ていただきますと、9割以上もう圧倒的に身だしなみに厳しいというのが分かる結果となりました。いかがでしょうか。こう同じ女性としてやはりこう目が行くんですよね。自然とこう 目についてしまうというか見てしまう、なんかチェックしてるっていう意識はなかったとしても、なんとなくあこうなんだなっていうのを感じてしまうっていうのが女性としてはあるかもしれないですね。意外に見てますよね。意外に見てますよね。本当おっしゃるようにじっとではないんですよ。パッと見た時に、はい、あれって気になるっていう、やっぱり気づいちゃうんでしょうね。そういうところに結構気づく方ですか。私も敏感だと思います。そうですか。でも山岸さんの周りにいたら気をつけないと。そういうとねちょっとでもね、まあはい、女性はもう全般的にやっぱり気になりますもんね。気になると思いますね。で例えば、はい、電車に乗っていたりしてこうパッと上を見た時に立ってる男性のこうひげの剃り残しとか、はい、ああいう、 こう座っていてデスクにいてパッと男性に話しかけられる時とか、はい、どうですか。ありますね。ありますよね。こうおそらく立ってても女性って男性より目線が下なので、どうしてもこうこの口元だったりとか首元っていうのは目線が行きがちなところだと思うんですけど、そういうところにねこう残ってたりとかするとちょっと気になったりしますよね。もうちょっともう一歩だったのにみたいなのありますよね。見えてなかったんだろうなって思いますよね。